ここに来るの久しぶり。あ、これ見てくれてる人いるかな。お久しぶり、ねねです。なんとこのチャンネルかなりの時間放置されておりました。いつも見てくれていた皆様、何も言わずこのようなことになってしまい本当にごめんなさい。今確認したら最後の投稿が328日前ってなってて、ほぼ1年なんだよね。え、私の他のメンバー、それが実は私この村から出て外に働きに行ってるのよ今。で、久しぶりに来たら誰もいなくて、っていう小話はこの辺にして、今日は真面目な動画です。今日の動画はこれからのこととかいろいろお話ししていきます。まず改めまして、今までの動画見てくれて応援してくれていた皆様、何も言わず動画投稿しなくなって本当にごめんなさい。どうしてこうなったかっていうと、その話を正直にしていきます。2016年からこのチャンネル、お子様向けの動画から始まって、気がつけば仮面ライダーが中心となった動画を投稿してきました。まあなかなか長い年月かけてねやってきて、4万人近くまで登録者もいったんだけど、今はねもうね月に100人ぐらいのペースでどんどん登録者が減ってます。当たり前なんだけどね、やってないからね。そんな感じなんですけれども、YouTube の決まりがいろいろ変わったりとか、あと時代の変化もあったりとかで再生数がどんどん落ちていったんですよね。ビルドさんの時が一番盛り上がってたかしら。それで再生数を上げなきゃ上げなきゃっていろいろやってみたつもりだったんだけど、再生数はね落ちていく一方でした。でね、ここからね、ほんと正直な話なんだけど、おもちゃ紹介とか付録紹介とかいろいろ物買うじゃない。そういうのって YouTube の皆さんが見てくれて広告再生されたっていう収益で買って紹介してっていう風にお金がねこうぐるぐる回ってたわけよ。ぐるぐるね、みんなが見る、私にお金が入る、おもちゃ買う、紹介するみたいな感じで流れていたんですけど、再生数が落ちるってことは収益も減るっていうことで、おもちゃを買ったりとかそういうもののね、お金が出るバランス、お金が出るのと入ってくるとのバランスが崩れてきました。これでも本当にそうなんですよね。じゃあなんか自分で考えていろいろやってみようって思うんだけど、結局あんまり面白くないなって思ったり、アンケートとかもそうよ。いろいろアンケート取って皆さんと交流をね深めていって仲良しになって、でどんどんね動画を見ていってもらって、こちらからも皆さんに発信していけたらと思っていたんですけれども、なかなかそこうまくいかなくって、ついに疲れてしまいました。もっと取り乱しました。そうなの、疲れてしまったのよ。それで自信もねもちろんどんどんなくなっていってしまって、収益もないし、おもちゃどんどん買って紹介してる人たちのようにおもちゃの情報をね流したとしても、まあおもちゃを買ってやったとしても、バンダイさんがおもちゃレビューの動画を上げ始めたの。変身アイテムとかそういったもののレビュー動画を上げ始めてきたから、意味がなくなってきたなっていうふうに思って、じゃあ何ができるんだろうって思った時に、何にももう思いつかなくなっちゃって、それでもう疲れちゃって、心がねズタボロになって、本当に正直な話、心がズタボロになって、ねえ外で働き始めました。イエーイって、イエーイじゃないのよね。パートさんよ、スーパーのパートさんやり始めたの。で、最初はスーパーのパートさんをやりながら、ほら外で生き生きと働きながら YouTube もやっていこうって思ってたんだけど、外で働くのが思ってたより超大変でした。いや本当にね、ひっくり返るぐらい大変なの。今ももう1年近く続けてるけど大変よ。帰ってきたらもうヘロヘロ。体力仕事なのよね。思っていた以上にスーパーの仕事は大変でした。でスーパーで働きながら YouTube も続けようと思ったけど、結局心もくたびれてるし、動画を作って投稿するっていうことを拒否するっていうか、自分の中でやりたくないっていう面もきっとあったんだと思うのよね。それでまあそのまま動画を投稿しないで外で働いて、まあ、パートだからね時間はそんな長くはないんだけど、そんなんでもうね何日だっけ、328日か、
328日ね過ぎてしまったっていうわけなんですよ。でその間動画撮ってみたの、ここのチャンネルを復活させようと思って動画を撮ってみたんだけど、ボツになってるのが何本かありますね。撮影までは行って編集の途中までは行ったんだけど、なんか違うなって。っていうのも、皆さんにどうしてこのチャンネルがストップしたかっていうのを伝えようとして台本を書いたりしたんだけど、結局その皆さんに伝えようとしてることって、動画投稿がストップしてしまったことが仕方ないのよっていうような言い訳みたいな感じにしか書けなくて、台本をね、今ももしかしたら言い訳じゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、なんかねそれを皆さんに伝える自分が嫌だったっていうところですね。だから今回は本当に正直にもう心がくたびれてしまったっていうお話をさせていただきました。本当にコメントとかねくれた方数名いましたが、本当申し訳ありませんでした。でこれからどうしようかなって思ったんですけど、やっぱり1年近く置いたとしても何かしら投稿していきたいなっていう風に気持ちがね傾き始めまして、なんだけどもう本当にショッカー戦闘員とかカッパくんもいないから、仮面ライダーも全然もう何も触れてないんだよね。だから仮面ライダーが好きで見てくれた方には申し訳ないんだけれども、これからこのチャンネルで私が投稿していく動画は今まで投稿していたものと変わっていきます。いろいろ考えたの、再生数増やすためにやっていくの、本当にやりたいって思ってないこともやっていくのかっていう風に考えると、ちょっとやっぱ厳しいものがあるなっていうところで、私のやりたいことをこれからここでやっていこうかなっていう風に考えています。なのでチャンネルの絵柄とか、あとは絵柄なんかあるじゃない、子供すって書いてるところのあの豚さん、ショッカー豚さんとか、あとはショッカー戦闘員が書いてるとか、説明欄がどうのこうのっていうのは変えさせてもらって、新たに私がここでやっていきたいと思います。でも過去の動画は消さないし、新しいチャンネルを作るつもりもありません。全然違うことするなら新しいチャンネル作れって思う方もいるかもしれないんですけど、ほら一人の人生って途中から突然ね別人としてやっていけるっていうわけじゃないじゃない。そう、そういうことなのよ。だから過去も今も未来も全部合わせて自分っていうところで新しいチャンネルを作るのはやめましたって今話しながら、これ撮影しててもこれもボツになるのかなーなんてね思いながら話してます。でこのチャンネルの大きな課題が一つあって、私の中でねあのオリジナルのキャラクターじゃないのよ。この見た目ね、これねねちゃんなの、ねるちゃんの妹のねねちゃんなの。カッパくんが出てきたでしょ、あれははなかっぱなのよ。ショッカー戦闘員でしょ、ガラピコなのよ。だからオリジナルのキャラじゃないから、なんかこれ言われるんじゃないかなみたいな、著作権の問題とかって言われるんじゃないかなって思ったんだけど、そんなにさ売れてるチャンネルでもないんだからさ、著作権のことなんて心配しなくていいのよねと思って、でなんか言われたらオリジナルのキャラクターに無理やり変更すればいいじゃないっていうと思う。ね、そんな感じ。なんかね何にもしないで考えるだけ考えて心配ばっかりして、こうなったらこうなるんじゃないか、ああなったらこうなるんじゃないかみたいな感じで弱気でいたの、もうそれはやめたということで、自己啓発の動画を見ようって思ったの。そうしたら見て、これこんな検索結果、見るのやめたわよね。そうそう、なんかねイラッときた、それを検索してしまった自分にもイラッときたけど、検索結果のなんかこう絵面もイラッときた。だからもう行動するのみだと思って、みんなに何を言われようが、何と言われようが、何かを言われようが、言われなかろうが、この動画の再生数が1回だろうが2回だろうが、これから投稿する動画の再生数が1回だろうが2回だろうが、寂しいけどね、まあそんなの気にしないでガシガシいろんなことやっていこうと思います。イエイイエイ。ということで私 YouTuber 目指します。でもさ、ねねっていう名前でやってていいのかなって思うの。まあいっか、その辺はまあ後で考えるわ。まあゆくゆくはね音楽活動、ほらスパンスパンとかあったじゃない、ゆくゆくは音楽活動をやっていきたいと思います。で何やっていくかっていうの本当に決まってなくって、まずゲーム実況とかはやろうかなと思ってる、下手くそだけどね。それから何やろうかし
しらね。まあそんな感じで自由にやっていきたいと思います。なので仮面ライダーとかショッカー戦闘員とかガラピコとかカッパくんとかその辺が好きで見てくれてた皆様には本当に申し訳ないです。ごめんなさい。これから動画の感じは変わっていきます。もしかしたらたまに遊びに来てくれるかもしれないけどね。まあとにかくいろいろやっていこうと思います。このね舞台もねもう2016年から始めて6年このね舞台でちょっとバックは変わったかね。床もね木になったね変わったんだけどね。うんやってきましたがやっぱやめらんねえなということで、もしまだ見るよっていう方はよろしくお願いします。あとはこんなことをやってほしいとか、ほらお悩み相談とかね、なんか悩んでるんですとかってそういうことあったらね何でも言ってください。ちなみに私は職場のおばちゃんのキャラが濃すぎて毎日くたびれてます。本当にすごいんだよねベテランさん、おつぼねさんっていうのすごいわ、本当にすごいわ、勢いすごい。あ、ということで最後まで見てくれた方ありがとうございます。話の内容がねまとまってないとか分かりづらいとかだったらごめんなさい。本当に、ね、台本書いちゃうと言い訳がましくなったりなんかいろいろするんで台本なしでお話ししてきました。私が一人でこうやって喋ってるからね絵面も何にも変わってないんだけどね。まあ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 これからどうなるか分かんないけどやってみればいいっしょ、ということで次の動画で